皆さんこんにちは、うんぱるんぱでーす。今日はウィニングイレブンを使ってウィニングイレブンをやりながらの自己紹介だったり、まあ DM とかでいろんな質問を受けているので、その質問を答えようかなって思います。で、もう、その前に、ちょっとやっぱりね、せっかくウィニングイレブンやってるの、おい、お前、さっそ交代させるぞ。スターティングメンバーですね、発表します。では、まず、ウンパルンペッシーのスターティングイレブン、ドン。こんな感じですね。キーパー、ドンナルンマですね。で、ディフェンスは右から、アスピリクエタ、バラン、ダイク、嘘でしょ？危ねえ！よかったー、ロバートソン。で、4-3-3なので、中盤の3枚が、アンカーに、ビエラ、パトリック・ビエラ。で、インサイドハーフに、グエンディジュとメッシ。で、3トップに、あ、これやばい。大丈夫か。3トップに、あ、大丈夫じゃなかった。3トップに、3トップに、左から、ネイマール、スアレス、来た。打て！あー無理か。うおいっとー、ナイス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 。このスアレス、右にサラーですね。こんな感じです。いやー、よくサラー決めた、マジで。あ、サラーじゃねえ、スアレスよく決めた。よし。で、対する相手のスターティングメンバーはこんな感じでーす。そうですね。いやー、でもどうなるかっていう感じですね。はい。で、質問ですね。僕まず20歳です。はい。あれはね、いわゆる、なんか、40歳だろう、30歳だろう、でも高校生にも見えるな。え、ワンチャン中学生みたいな、なんか説まではありましたけど、どっからどうやって、嘘でしょ？え？フルパホすなぁ。あ、しんかった。ごめんなさい。で、なんで僕は、ピチピチの20歳でございますので、皆さん、温かく見守ってくださいね。で、なんか、ツイッターの方で、あ、ツイッターじゃねえか。TikTok の方で、まあ、僕の個人情報がいろいろ流れてましたけど、あれは僕に似てる人です。僕は、ウンパルンパ高校に所属してるので、なんかね、某なんとかっていう高校に、在籍してんだ、みたいな、ありましたけど、あれは違いますから。僕はウンパルンパ高校に所属してるのでね、お願いします。で、あとはね、何でしたっけ、出身地とかですね、愛知県ですね。愛知県ですね。愛知県以上は何も言わんとこ。愛知県の、はい、そうですね。愛知県のそこら辺に住んでますので、まあ、愛知県とかで多分いられる方は多分、まあ、どっかで見かけるかもしれないんで、声かけて、優しく声かけてください。で、そうですね。あとは、何でしょうかね。やばい。ナイス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 。あ、好きなお笑い芸人とか誰ですかみたいな、結構は今回、1、2件ぐらいかな来たのは。オブレナイス言われたんですけど、好きなお笑い芸人は、間違いなく、二人います。間違いなくって言ったから一人だと思いましたね。サンドイッチマンか、いやー、マジかー、迷った、マジで。サンドイッチマンか、千鳥ですね。もう、なんか、なんつうんですかね、サンドイッチマンは、なんか、平和な笑いというか、なんか、見てるだけで、ちょっと心も和らぐというか、落ち着くというか、で、まあ、千鳥はもう、まさに、なんつうんですかね、脆いっすよね。もう、相席食堂とかも、もう、誰が考えたっていうぐらい、おもろいっすよね、あれ。見てます？誰か。もう、むちゃくちゃおもろいっすよ、あれ。ちょっと、マーティーとか言ってね、おじいの股間は映すなとか言ってな、あれもめちゃくちゃおもろいっすよ、マジで。もう、ノブとね、うわ、マジかよ。もう、ノブと、大悟のね、な、掛け合いというか、もう、まあ、あれ見た方がいいです。見ないともうね、あとテレビ千鳥とかもおもろいし、イロハニ千鳥もおもろいし、あいつはマジでなんかね、すごいっす。なんか、型にあんまんないとこがいいですね。なんか、うん。あれ知ってます？大悟が、あ、これ、でも知ってる人しかわかんないか。大悟が、うんこを漏らした回あったじゃないですか。相席食堂中に。屁ここうと思ったら、やっぱり、クソしたかもしれんとか言ったな。で、ノブが、収録中にクソすなあ、それは言ってねえか。そんな感じで言って、めちゃくちゃあの回面白かったですね。だから、ノブっていうか千鳥はもうめちゃくちゃ好きですね。完全に。うん。あ、で、あとなんかなんで TikTok、前半またね。
なんで TikTok 始めたんですかみたいなこともよく言われるんですけど、それはコロナ期間でですね、もともと部活の勉強とかもいろいろあったんで、あまり時間なかったんですけど、コロナ期間で、時間も空いたので、なんか友達と、お前バズるんじゃねえかみたいな感じで言って、で、最初本当にフォロワーゼロの状態からスタートして、ちょっと水飲みますね。で、行ったわけですけど、フォロワーゼロから、ここまで、まさか来れると2ヶ月ってね、自慢じゃないですけど、いや、本当にもうね、びっくりとしか言いようがないです。もう、一番最初にバズったのが何だったっけ、マニュアルを、マニュアル運転を生きって言うやつみたいなやつだったと思うんですけど、それが多分一番最初にバズって、それからも、何回かバズらせていただきたんですけど、やっぱりその一番最初に、バズったあの感覚がマジで忘れられないです。もうなんつうんですかね、最初らへんは、再生回数、なんつうんですかね、300回とか行くのに、いいねがもう、ゼロか1とかなんですよ。それって要するに、300人の人が1回は再生っていうか見てるのに、でもその299人の人は、もう全然思んないって言って、いいねしてないわけじゃないですか。それをやっぱり見えちゃうんで、最初は本当にすごいメンタルブレイクの連続でしたね。最初は。本当に。でもそのマニュアルのやつで、一回多分一気に どんぐらいだったかな ?5000 再生、あ、間違えた。間違えたじゃね。俺のミスっただね。5000ぐらい一気に行って、で、それで、うわ、いいねも結構もう1000ぐらい行って、うわ、これ来たんじゃないかって言ったらもう1日後には結構伸びてて、そっからだったんで、あの嬉しさはマジで何にも変えられないですね。コメントもたくさんいただいて、その初めてね、今まではコメントなんてもうゼロだったから、ずっとっていうか3日ぐらいは。なんでもあの感触は本当に忘れられないですね。もうただただ僕の自慢でしたね。ごめんなさい。選手交代本当にどうしよう。誰を変えような。ロマリオ行くか。そうですね。ニコラ・ペペとじゃあ、ロマーリを交代させますけど、やっぱり、ウィレってるからには、ウィレの話もしたいですね。ウィレって、最後の最後で120秒マックスで使ってきたり、向こう試合にしてきたり、あとは、フルパフォーマンス、ゴール後のパフォーマンスを全部やってきたりとか、いろんな嫌な人いるんですけど、僕が個人的に一番嫌な人は、ユニフォームを、うわー、マジか。ユニフォームの、色を、同じような色にするやつたまにいるんですよ。今まで2回ぐらい。あら、本当に僕困って、あれなんですよ。おっしゃー！いや、シンプルに嬉しい、これは。僕あれなんですよ。識別障害というか、多分軽いんですけど、あんまり色の区別がわかんないんですよ、本当に。あ、全然暗くなんでくていいですよ、表情。多分暗くなってる、なってないと思いますけど、で、例えば、なんですかね、練習とかで、例えば黄色対オレンジのミニゲームみたいなするじゃないですか。その時は本当に全員同じだと思ってやるんで、僕は。全員味方だなと思ってやるんで。だから、一回、僕普通に味方だと思ってバックパスしたんですよ。そしたら余裕で相手のフォワードで課せられて、おい、てめえ何やってんだよ、てめえぶっ殺すぞー言われてないけど、もう、ふざけんなーみたいな感じで言われて、は？何がだよって俺が言って、仲間だろみたいな。でも、え？仲間だろとは言ってないか。俺なんて言ったっけ、その時。え？どういうこと？みたいになって。で、よくね、そんなこと言うわけないから、仲間が。そしたら、は？おめえ、相手だろみたいな。え？嘘でしょ？俺、それって仲間じゃないの？みたいな言ったら、お前どっからで言ってみな、相手だろって言って、で、その時に多分初めて気づいたんですよね。結構、中学生頃ですかね。うん。どういうこと？と思って。なんで？俺には黄色に見えるんだよ。って言ったら、は？って言って、部活のやつが、ね、ポケーとして、何言ってんだお前みたいな。で、その時に、親に言ったら、あんたそうかもしれんね、みたいな。で、調べれたところ、男性というかね、男に結構多いみたいな話だったんで、やべえ、おもろい話するってむずいっすね。ちょっとごめんなさい。次はマジでおもろい話考えときます。
おもろい話ってどうやってするんでしょうかね。それが僕の次の課題です。ちょっと頑張ります。次のウィニングイレブンの時は、あ、違うか、今回は自己紹介をする回だったかすいません完全に話ずれましたね。ごめんなさい。次はじゃあ面白い話をします。はい。次見てくれるかわかんないですけどね。はい、ありがとうございました。